さあ、始まりました。森田チャンネルです。さあですね、今緊急で動画撮っているんですけども、早稲田実業初等部64名、慶応予知者65名の合格実績、お受験有名塾が志望校教員への賄賂を斡旋していた、770万円心付け見積書入手というですね、はい、文春の記事でございますが、まあ、かねてからですね、はい、私ね、このチャンネルとサブチャンネルですかね、取り上げてはいると思うんですが、裏口入学はありますっていうふうに伝えていますね。日本でもありますと。バーシティブルース作戦っていうね、ネットフリックスでアメリカのやつがやってますけど、まあ日本でも実際裏口入学は行われていると。はい。今回に関してですね、このタイトルが慶応予知者と早稲田実業の初等部が載っているので、さもここに裏口入学で入れますよっていう記事だと思っちゃう人がすごく多いので、まず要注意です。はい。この塾ですね。この文春が取り上げてた塾があくまで賄賂で点数が取れますよ。賄賂をね、私にお心づけでしたっけね。お心づけっていうお金を渡せば、それによって点数上げられますよ。合格確率が上がりますよって塾がやってただけですから。もし本当に渡していたら、その慶応予知者の関係者も悪い。ですが、本当にやっていたかは、この記事だけでは分かりませんので、そこまず勘違いしないように気をつけてください。これでは慶応やね、早稲田に裏口入学があるかのように書かれているので、タイトル見るとね、まあ自分の動画もそういう風に見えちゃうと思うんですけど、これだけでは分かりません。ただし、この塾自体はそれでお金を取っていたので、まあそれは問題です、確実に。受からなかったら返金ってなってたんですよ。だから、わかんないですよね。必ずお金渡してたかどうかわかんないじゃないですか。それをね、試験に落ちてたら戻ってきてたわけで、本当にその賄賂として渡していたお金は、その先生に言ってたのかわかんないですね。もしかしたら合格したら渡すってなってたのかもしれないし、ただただその塾側が言ってるだけで、その渡す相手なんていうのはいなかったのかもしれないんで、まずここを大前提として言っておきますね。これを先に言っておきます。で、私に関してはですね、実はこの塾だけではなくてですね、調べていたんですよ。まだね、言っちゃいけない段階なので、公には言えないんですけど、まあ、1年後か2年後ぐらいに、大々的に、ちょっとでっかくこれがね、なる感じだったんですよ。世間的にものすごい大きいニュースになるだろうなっていうところだったんですね、実はね。だから、文春だけじゃないですか。いろんなとこが調べてるんですよ。あんま大きく言っちゃいけないんですけど。だから、あ、もう出たんだっていう感じなんですね、僕からすると。まあわかりません。これが出たことによって1年後2年後それがどうなるのかはまだ言っちゃいけない段階なんで言えないですけど、だから自分自身も調べてたし、まああとはね、結構来るんですよ。こういうのってどうなのかっていうのね。はい。ですね、保護者の不安と焦燥を逆手に取ってビジネスをっていうところですね。で、ここは早稲田実業をこう初等部64名ですね。その早稲田実業の方はさ、早慶だから先に出してるんでしょうけど、慶応幼稚者の方がやっぱ有名なんだよね。だから、幼稚者の方を先に書いた方が文春さんいいかもしれないですよ。で、慶応幼稚者65名だの合格実績を誇る小学校受験向けの IQ が、塾に通う子供の保護者に私たちを経由して、志望校の先生に心づけを渡せば、得点調整ができるなどと賄賂の斡旋をしていたことが、週刊文春の取材で分かったと。あくまで賄賂の本当に渡していたかは分かりません。保護者の不安と焦燥を逆手にとってビジネスを展開。少子化が進んでいるにもかかわらず、近年の私立小学校志望者は増えていると。文科省の学校基本調査によると、小学校の生徒数は2013年に約670万人だったが、2023年には605万人に減少。一方、同じ10年間で私立小学校の生徒数は7万8000人から8万人に増加している。そうなんです。増えてるんですよ。そんな中で加熱しているのが小学校受験向けの塾市場。名門校では入学にはコネが必要と噂されるお受験の世界。そうなんですよ。この噂があって、で、実際、そうなんですかって聞かれることもあります。不安と焦燥に駆られる保護者の心理を逆手に取ったビジネスを展開する塾がある。心づけをですね、提案された方、仮名ですけど、が載ってて、1校あたり100万円から200万円。すごいですね。ゆうこさんが子供を通わせていた IQ はどんな塾なのか。東京商工リサーチによれば、年商は約8億円。都内に12の教室を構え、ホームページに掲げる第一志望合格率は 77.6%。すごいですよ。合格実績には、慶応予知者、双日初等部、学習院初等科、筑波大学附属小学校など、華々しい名前がずらりと並ぶ。フォーブスジャパンプレジデントオンラインなどにも取り上げられることがある、有名塾。はい。で、塾から総額で770万円にも上る見積もり書がメールで届くと。メールでやっちゃって、証拠残しちゃってますね、とかって言って。
ちゃいけないが、はい。で、IQ の塾長、当時と優子さんのやりとりを録音した音声を入手を、志望校の先生に心づけを渡すことを勧める塾長はこう語っていたと。はい、これですね。体操や行動観察、面接の何人かの採点をする先生に、だいたい一人30万とか50万とか入れても問題ないっていう子には点数を入れてくれます。ほわー。これ本当にバースティブルースっていうのとね、すげー似てる。その後、優子さんの元には塾から受験サポート料という名目で150万から200万円、総額で700何十年10万円にも上る見積もりメールが届いたと。30万、50万で。で150から200って言ったらね、この塾側だいぶ取りますけどね。夢塾が賄賂の斡旋みたいなことを堂々としてることに驚きました。あまりに怪しい話だったので結局私はお願いしませんでした。ありますねこれ。だから本当塾であるんですよこれってね。実際にある、本当に。ここだけとは言わないですよ、ここだけとは言わないですけど、本当にあります。医学部はね、だいぶ減ったけどね。まあ、ここのさ、学校もホームページでさ、この塾ね、塾も医学部の合格実績も載ってるからさ、まるでなんか医学部のさ、裏口入学もやってんじゃないかと思われそうなんですけど、医学部の裏口入学ね、大学はだいぶ減りましたよ。こんなこと堂々と言いますけど、だいぶ減りました。だいぶできなくなってますね。昔はお金詰めばいけたところがすごく多い。で、実際、それをやろうとしたすごいお金持ちの人がいるんですよ。で、言ってたのが、もう最近はできませんのでって大学側に言われたっつってたから、昔はできたんですけど今はそういうことはできないんですよって言われたっつってたから、だから実際にないわけではないとか、昔は多かったわけですが、で今残っているかっつったら残ってますね。はい、やめましょう。医学部がって意味じゃないですから ね。でも残ってはいますよ。はい、あります。あと表口と裏口があります。これもいずれ話すかもしれませんが、表もあります。ちゃんと学力が足らなくてもいける表はありますよ。で、表と裏があってグレーもあります。で、いろんなパターンがあるんですよ。その塾の方はですね、心付けは事前保証金としてお預かり。で、塾に質問状を出したら心付けの存在を認めたと。保護者様のご要望に応じて志望校の交付や志望校対策を知るために志望校の元関係者 OB 在学保護者をご紹介する制度があります。この場合お心付け料金を事前保証金としてお預かりし、合格した場合はお世話になった方々へのお心付けとなり、不合格の場合は全額返金する制度で大変好評を得ております。なるほどね。その先生じゃなくてって言ってるんでしょうね、このね、チェックしてる先生ではなく関係者、元関係者 OB 在学保護者に渡してると言ってますね。この人たちもらったお金ちゃんと申告してんのかな、賄賂じゃねえと思うんですけど、はい。まあ、ただこれに関しては電子版ですね、はい、電子版の有料版の文集の方には書いてありますので。なるほどね、保証金がということでございましたね。だからまあ当然ね、慶応側も早稲田側も当然こんなのね否定するに決まってるだろうし、ないですって言うでしょう。それにここの証拠があるわけではないですからね。ね、斡旋というね、お金は取ってましたが、これがどうなるのかですよ。OK なのか、アウトなのか、グレーなのか、すごい形だなって思いますね。だからどちらにしろ言ってることはアウトですね。もしそのね、OB とかね、在学のその保護者とかだったらいいですけど、本当に試験をね、やっているその試験官の人にお金を渡してたら、もうこんな裏口入学だし、で、渡してなくてもその人たちに渡すって言ってるんだから、それ詐欺になるじゃないですか。だからもう言ってることはアウトです。だからまあこれもね、前の塾長なんで今の方ではないですから、わからないですよ今は行われているか。ただこのお心づけというものは存在しているということでした。で、これはですね、結構ね、やっぱお金持ちの業界では話題になってってるんですよ。だ、調べてくれって言われたことと、あとはこの子をここに入れたいんですけど、なんかいい塾ないですかとかね、そういうので調べたこともあったんですよ。で、お金持ちがお金持ちを紹介してみたいになってて、とてつもない額ですけど、払えちゃう人には払えちゃうんですよ。皆さんはどう思われますか？ぜひコメント欄でご意見をお聞かせください。まあちょっとね、大きな話題になった時にね、もっと話したいかったなと思ったんですけども、記事になって出ちゃったんでね、言いました。だから前のやつも確か言ってると思うんですけど、動画でそのだから知ってるけど言いはしません、はい。言わないけど、もしそれが記事とかに取り上げられたりしたら言います。大きな話題となったら言います。ただ自分からその火種を作りにはいきませんので、出てきたらその時に話します。今回のものはわからないです。有名な学校のこのねリストがあるんですけど、まあまあまあ、その有料版だと見れるんじゃなかったかな、確か。ここがやっているという証拠にはならないので、これではね。で、もし裏口入学の何かしらのね証拠みたいなのが出たら、その時はその時でちゃんとお話します。
そして一つ言えることはグレーも結構ある。表、ほら表といえば表だけど裏といえば裏だろうっていうグレーがね結構あるんだよね。まあだからこそこの推薦入試をねずるい全部一般にしろって言われる、これが理由になるっていうのもわかるし、まあ今後もそれが理由として言われる、なんか指定校推薦とかはね、これはある意味裏口じゃないかグレーだろうみたいにね言われたりするのもよくわかります。まあでもね、指定校推薦っていうのはね表口なわけですよね。表ですから。なんでまあまあまあね、こう推薦入試がねメインになりますから、日本の大学入試もね、その時においおいずるいじゃないかっていう風なね、こういったことが行われるようにどんどんなっていくんじゃないかはわかります。韓国もね実際それでかなり大きな問題になりましたし、日本でもねその可能性もなきにしもあらずですが、まだちょっとびっくりするようなのはあるので、気づいてる人たちはいるんですけどね。はい、そちらが大きくもしなったら取り上げようと思います。難しい問題です。やっぱりお金があるところにはねこういうことが起こるんですよ。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。